ははいどうも皆さんこんばんこばーシンです今日もですね仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、同時コイン、えクワンタム、カルダノエイダ見ていきたいと思います。7通貨ですね。え今日は2021年の10月の28日木曜日、今が19時37分を回ったところです。今日の仮想通貨市場、まあ、ビットコインとかね、アルトコイン含めて復調してきたわけですけれども、なんといっても注目を集めたのが柴犬ですね、すさまじい上昇を見せておりまして、まあ、今日の、ね、高値でいうと、前月比でいうと900%以上上がってるんですね。まあそれに伴ってね トランンザクション数ももううう急増しているっていいいるるとななな状状況況ででで、えー、まま本当にバブルのよすすねねっているわけです、ねまあ、この上昇要因だったりとか、あと、柴犬をですね、買って1760億円儲けたっていうね、まあ、そういった面白いニュースも入ってますので、まあそういったところを取り上げながらね、今後の動向を探っていきたいなというふうに思っております。えー、このチャンネルでは仮想通貨関連、それから世界経済のニュースをピックアップした後に相場分析等戦略構築をやっていくチャンネルになっております。グラスモードのオンチェンデータなんかも見ながらですね、短期的、それから中長期的な動向をですね、えー、毎日見ておりますので、ぜひ チャンネル登録いただければ嬉しいなというふうに思いますそれではまずは仮想通貨市場のどこから見ていきましょう はい。まずは仮想通貨市場の動向をですね、見ていきたいと思いますが、ビットコインがですね、694万 3. 6、3.6%上昇してきました。全面的に上がってきたのは、まあ、自立反発のような形でですね、大きく下げましたので、その反動で上げてきたっていう風な感じですね。え特に大きく上げたのが、まあ、柴犬なんですけれども、今ね、若干反落されてきております。一方でね、同時コインもかなり上昇しました。前日でいうと26%を超える上昇となっておりますのでえ、この辺りもね、テクニカルで見ていきたいと思います。まあ、ビットコインが今ね、い 大ききく下げてて今復調してきましまたけどこの後の展開どういうところが注目ポイントになってくるか非常に重要なポイントですのでしっかりテクニカルで分析していきたいと思いますじゃあまずはですね株価の状況を見ていきたいと思うんですが今日の日経平均株価に関しては28,820円ということで前日比で0.96%続落してきております、まあ、前日にですねアメリカのダウだったりとかあとは S&P500 も含めてですねえまあ続落というふうな感じになっておりましたのでまあその影響を受けて日経もね下がってきたというところとあと決算発表 今、相次いでますけれども、期待通りの決算が、ね、あの出なかったような企業が、まあ、売られて、日経平均のおもろしになったということもです、ね、伝えられております、き、まあ、今日のアジア市場、結構、ね、下げたんですけど、今の欧州市場に関しても、まあ、下げて、ね、始まっているような状況がありますので、えー、アメリカダウの、えー、先物を見てもです、ね、今、0.18%、まあ、若干、ね、下がったようなところで、えー、動いておりますけれども、き、まあ、今日の夜のです、ね、ニューヨークダウに関しても、そういった流れを引っ張る可能性があるんじゃないかなっていう感じですね。ちなみに今日は経済指標発表、めちゃめちゃ重要なものがありまして、 アメリカのですね7月から9月期の、えー、市販期の実質国内総生産 GDP が発表されます。速報値ですけども、まあ、来週ね FOMC もあってテーパリングが開始されるっていう風なね決定がされるという風な見方がですね今広がっておりますけれども、まあ、ちゃんと GDP も伸びていってるっていうところも含めて、まあ、確認はですねしておかないといけないかなという風に思っております。ここから仮想通貨市場の動向を見ていきたいと思うんですが、まず一つ目コインテレグラフジャパンさんのニュース。えー、今日はですねコインテレグラフジャパンさんのニュース2つ、えー、紹介していきたいんですが、えー、まず一つ目ビットコインのハッシュレートが5月の 水準まで回復してきました。中国のマイニング禁止の影響はもう払拭されたんじゃないかってことがですね。言われております。まあ、基本的にはこのハッシュレートとビットコインの価格っていうのはね。ほぼ正のまあ相関関係があるという風うに言われております。 ま、価格が上昇していくに伴ってですね、マイニングに参加する人たちもやっぱり増えてきているということで、まあ、ハッシュレートがね、上昇しているというふうな状況なんじゃないかなと思います。まあ、まあ、これは本当にいい傾向じゃないかなと思っております。で、それに加えて、マイナーがですね、ここ数ヶ月にわたって獲得したビットコインを、えー、まあ売却しないで、こう、蓄積しているというふうなデータもですね、出ております。えー、これをね、見ていただくと、まあ、これがですね、マイナーのアウトフローなんですけど、まあ、今年の3月ぐらいまではね、価格の上昇に伴って、いわゆる売却するようなですね、動きも見られて いたんですがそこからもうずっと低水準でですね まあ、ほとんど売られてないと、ずっと蓄積されてるようなデータが、まあ、見て、見て取れるということですよね。まあ、当然ながらこれは良い傾向としてね、えー、捉えられるデータになりますので、まあ、高材料の一つのニュースなんじゃないかなと思っています。えー、それから芝犬ですね。非常に、まあ、羨ましいね、ニュースですけど、去年の8月に買った38万円分の芝犬コインが、現在の価値に直す1760億円になったっていうね、凄まじい利益を得た方もですね、いらっしゃるということですね。ちなみにこの方は2020年の8月以来で、合計44回にわた まあ分割ししながら芝居の購入したそうですねそれでも当時の価格で38万円ほどなんですけれどもそれが1000億円を、ね、超えるような額になってしまったということでただそれを、ね、売却できるのかっていう話もまああるんですけれども。 まあ、こういったこともあるということで、まさにね、仮想通貨ドリームというふうな感じのニュースですよね。じゃあ、えっと、ここからですね、グラスノートのオンチェーンデータ見ていきたいと思うんですけれども、えまずこれがですね、エクスェンジネットポジションチェンジということで、まあ、取引所のですね、ポジションの変化をね、表すような指標となっております。で、えこれを見ていただくと、まあ、コロナショック以降ですね、取引所からの出金っていうのはもうずっと続いているということで、アウトフローがね、かなり大きなものになっているっていうのがですね、ここで見て取れるかなと思います。特に直近のところを見ていただくと、このあたりですね、 相場が復調してきた頃から。 ずっと残高がね、減り続けているっていうふうな状況が、まあ、このデータでもですね、見て取れるんじゃないかなと思います。まあ、取引所の残高もですね、これ、パーセントで示しているものですけれども、ずっと下落傾向を続いております。この、えっと、コロナショック以降ですね。まあ、なので、非常に強い、えー、シグナルとなっているということですね。はい、ここから、えっと、ビットコインのですね、アドレス数の推移ですね、小口大口のアドレス数の推移見ていきたいと思うんですが、えー、小口の動向はですね、どんどん減っているっていうふうな状況は、まあ、変わらず続いています。その中で、100BTC 以上を持つアドレスの数は、まあ、伸びているという風な状況でして、 で直近でですね大きく伸びているのが1万 BTC 以上ですね。いわゆる 超大口の数がですね、どんどん増えていってるっていう風な状況が、えこのデータからですね、見て取れるかなと思います。まあ、ただ、その増減幅はね、そんなに大きな増減ではないんですけれども、まあ、これがね、このまま続いていくかどうかっていうところが最大の注目ポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい。まあ、この、えっ、ー、と、ホドルウェーブ見てもですね、短期の保有者がかなり増えてきていると。まあ、これは価格動向を見る上でもですね、かなり重要なものでして、過去も価格が一気にオールタイムハウルつけたポイントっていうのは、その短期でですね、保有する方々がもうどんどん増えていくという風な環境が あって。ま まあ非常に相関関係があるということですね。ここから短期ホルダーの上昇がね、どんどん続いていけば、価格も押し上げてくる可能性があるということで、しかも長期はですね、ほとんど動きがありませんので、これはかなりね、えー、相場を支えるいいシグナルになっているんじゃないかなと思います。はい、それからイーサの方ですけれども、ニューアドレスもね、えー、もうどんどん上昇続けておりまして、アクティブアドレスもどんどん増え続けています。小口のアドレス数もずっと増え続けておりまして、まあ大口はほとんどね、変わっていないんですけれども、まあ非常にイーサに関してはですね、強い動向がまあ見て取れるということですね。イーサー もうまあ、短期ホルダーがですね徐々に増え。 増えててててききつつあるるととといいいいいいいうなななな状況でですすすのでここもかかり強気をまあ表しているんじゃ思思っていまま最後にオーダーダプ見たビットコインの今の板の状況なんですけれども、まあかなりね、今、拮抗しているような状況ですかね。短期的なところを行くと、6万ドル付近のね、買い手っていうのは結構入ってますので、まあ支えられているかなっていうふうな状況なんですけども、まあ、まああくまで今の水準ですけれども、大きな目線で見ると買い手の方がね、トータル的には厚いような状況ですけども、短期的なところを見ても、ちょっとね、買い手の方が今は厚くなっているかなっていうふうな状況が見て取れ かなと思いますこれがまあこ今日のね外部環境ということでここから相場分析入っていきたいと思います。 はい。じゃあ、相場分析見ていきましょう。これ、芝犬ですね。やばい上昇を見せておりますね。はい。まあ、この上昇の平行チャンネルも思いっきり抜けて、もう倍ぐらいね、上昇しました。で、一時ね、大きく反落してきましたけど、それも盛り返すぐらいね、凄、えー、まじい、まあ、値動きということで、まあ、これは本当に手を出せないですね。特に短期ホルダーは、もうなかなかね、手を出せないような相場になっているんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、ここからね、相場分析入っていきたいと思うんですが、まずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。えー、今のビットコインの価格が6万900ドル付近ですね。日本円で言うと692万円付近です。 していますけれども、まあほとんどえっ、ー、と状況としてはですね読み通りの展開になっているかなということで移動平均線を全部抜けて5万8000でサポートされて一旦上昇という感じですよね。でやっぱりここっていうのは重たいですよね。移動平均線全部のしかかっておりますし、まあこの、えー、高値をですね切り下げている、えー、いわゆる下落トレンドラインものしかかっているという状況ですので、やっぱりここの価格帯から6万2000ドル付近までは重たい展開が続くんじゃないかなと思います。やっぱり過去の傾向を見てもどんどん下げていく中で1本で全部ぶち抜いてくるっていう風なね。えー 動きっていうのはまあ,あのかなりまれなんじゃないかなと思っていまして基本的にはやっぱりここで一旦売られてダブルボトムをつけてからの、えー、相場判定もしくは、まあ、トリプルボトムだったりとか、えー、まあ何度かねこうボトムを試してからの上昇っていうのがですね基本的なトレンドになるんじゃないかなと思っていますはいここの動きっていうのは昨日も申し上げましたけれども今年の9月ぐらいのね年動きに非常によく似ていますよね一旦下げて、えー、盛り返したところで売られて最後底底を固めて、えー、上昇に向かってくるというふうな動きがですね一般的かなと思いますので一旦やっぱりここは打っていう っっって言ってていいいもんじゃないかなかと思っておりますで、僕もよくね、こういうポイントを攻めるんですけれども、ここで一旦打って、もしこれを一辺倒でぶち抜いていくような相場であればですね、相当強いというふうに判断していって、この6万2000ドル付近ですね、これを抜けたところから短期的にロングに入っていくと、まあ、いわゆる土点ですよね。まあ、そういうような攻め方を結構したりするような環境ですよね。まあ、基本的な動き方としては、やっぱりもう一段ね、下がってくる可能性があるで,で、その下がりが直近安値を更新しないような、要はあの安値がですね、切り上がるような状況で 状況になるとまたそれもそれでね、えー、上への圧力っていうのは非常に期待できるような環境になってきますのでまずはこの。 6万2000ドル付近のですね攻防にしっかり注目してそれを抜ければね相当強いというふうに判断してロングに入っていくような感じかなというふうに思っております続きましてイーサリアムを見ていきたいと思うんですがイーサリアムの上昇の方がどちらかというと強いかなというふうな感じですかねはいで日足で見ていくとこんな感じですね大きく下げた昨日の始まり値を超えるぐらいのね上昇になっていますので今日の反発は非常に強いものということがですねよくわかるかなと思いますまあこの辺りも想定通りの動きですよねしっかり移動平均線も下にねサポートされていますのであとはまあオンチェンデータとかもね 見見るる限りりやっぱり強いいい動向っていうのはですすね見て取れるかなと思います、まあ、ダブルトップをつけていたので少しね心配な状況ではあったんですがしっかりね買い支えされているということでまあここの高値ですね4200ドルぐらいでずっと押さえつけられてましたのでこれをしっかり抜けていければ短期的にえ最高値を更新して4800ドルぐらいまでが狙い相場になってくるんじゃないかなと思いますはい20 m メートの位置関係非常にいいですのでまあこれの割り抜けもしっかりねえ反転の位置指標として判断していくことが今後重要になってくるんじゃないかなと思っていますそれから X いった下げましたけれども、復調してきました、スウェルが、ね、もうすぐ、えー、開催されるということもありますので、やっぱりここからは、ね、上昇していく可能性の方がですが、ね、僕は高いんじゃないかなと思っています、出来高もちょっと上がってきましたね、えー、MacDRSI では、ね、ちょっと今のところはです、ね、なかなか読むことが難しいんですけれども。 まだまだこの移動平均線の中でね、まあ揉み合っているというふうな状況ですので、上に関してはこの高値切り下げラインですね。まあ、それとあと水平線1.1位のところですね。これをしっかり超えれば、えー、まだまだね、スウェルに向けて上昇して,していく可能性はあるんじゃないかなと思っています。えー、続きまして IOSE ですね。大きく下げたんですけれども、200日移動平均線でサポートされましたね。だいたい価格帯で言うと4000トぐらいまで下がったんですけど、そこから反発というふうな感じです。で、これも高値切り下げラインがしっかり効いているような状況ですし、えー、上には移動平均線もありますね。 それから5.3セントの水平線もありますということでなかなか上値は重たい展開にはなるんじゃないかなと思っています一つ今の攻防ですね4.6セントのところも非常にね注目されているところになっておりますしあとはこの三角持ちはね一旦下に抜けているっていうところもありますので、まあ、このままぶち上にぶち抜いていけば5.3セントをですね超えたところからしっかりロングに入っていけば全然ね遅くないんじゃないかなと思っておりますそれから同時コイン今日はね一気に上げましたね今一旦ちょっと反落されてきておりますけれども、まあ、この三角持ち合いブレイクからの一旦の戻しで 一気に上昇ということでテクニカル的にもいい感じですよねそれから出来高が非常に上がっておりますこれは本当にいい傾向かなと思っておりますまあ、直近ね同時に関してもまだ話題が上っておりますのでまあ、そういったところもあってちょっと今日のところはですね大きな上昇になっておりますけれどもこの大きな上昇を起点として新規の買いがねえどんどん呼び込んでくるような動き方になっているんじゃないかなと個人的には思っておりますしっかりここの価格を維持することができれば移動平均線 すでここから 40, 40セントとかこういったところはまずはね狙っていけるような相場環境になるんじゃないかなというふうに思っておりますで今日ちょっとね注目したかったのがクアンタムですねえ結構、まあ、クアンタムに関しては昨日の下げがです、ね、強くて10ドルをです、ね、割るような展開まで下げましたただしそこからの相場の回復がです、ね、結構他の通貨に比べて早いような印象を受けておりますで移動平均線もね 50m a もしっかり抜けてくるような展開になりましたのでしっかり底堅さが見られたような相場の展開になったんじゃないかなと思います います。まあ一つね注目のポイントとしてはやっぱりこの十三点九千ドル付近ですかね。これを抜けないと上昇の糸口はでね掴めないかなっていうところと、あとは今歴史的なラインの中で今動いてますので、しっかり上昇していくのであればこの十六ドル付近ですね。これをしっかり抜けていけばこの平行チャンネルのですね上限値まあ二十ドル付近までがね目指せるような環境になるんじゃないかなと思います。ここからしっかりねそういった相場まで上昇続けることができれば移動平均線がですねあとはあの押し上げてくるような展開になると思いますので、ここからの移動平均線との位置関係もしっかり注目して。 ななないといけないかなといととけかかうに思っております、えー、それからカルダのエイダなんですけれども、ちょっとね、直近まずい展開となってきましたよね。まあ、ここの上が2.3で、下が2ドルのこのレンジですよね。この中でずっとガチャガチャしていたわけですけれども、一気に方向感を出してきたのが昨日ですね。えー、それからまあクアンタムなんかに比べても、相場の,この回復力っていうのが非常に弱いというところですので、ちょっとね、まずい展開にはなっているんじゃないかなと思っています。まあ、ただし、長期保有する分には全くね、えー、問題のないような下げですし、全然ビビることもないような下げですよね。 短期的なトレンドとしては、やっぱり上に,上にですね移動平均線を控えてしまってますので、戻ったところが売られるという風な展開がまあ想定されるわけですけれども、それもあくまで短期的な話ですので、まあ一時ね、高騰しすぎていた相場が一旦落ち着いて、健全な相場に戻って、ここからですね、トレンドをしっかり作っていけるかどうかという風な展開になっているんじゃないかなと思います。で、まずいのはここですね、1.8ドルを割られたら結構中長期的にもまずくなってくるかなと、個人的には思っています。まあここを抜かれると200日移動平均線も割り抜かれて、本格的にそのトレンドがですね、下に流れてくる可能性が あるという風なんですね重要なポイントになってきますので今回つけたこの1.8ドルこれ水平線的にも、ね、かなり重要なポイントになりますけれどもこれを割られるかどうかっていうところはしっかりね見ておかないといけないかなというふうに思っておりますということで今日もですね7通貨見ていきましたま 昨日からのキーワードにしております、その下げたポイントからの回復力が早い通貨ですね。えそこが一つね、注目のポイントになってくるかなっていうところと、これまでもレンジをブレイクしていた通貨ですね。すでにレンジをブレイクしていた通貨に関しては、押し目買いのチャンスになるっていう風なですね、状況になっているんじゃないかなと思いますので、まあ、通貨ごとにね、移動平均線との位置関係とか、あとは水平線との位置関係ですね。これまでレジスタンスとして機能していたラインとの位置関係を見ながら、しっかり押し目でですね分割しながら買っていく戦略がですね、今有効なんじゃないかなというふうに個人的には思っております。という ということで今日の動画はここまでにしたいと思います最後までご視聴いただきありがとうございます